どうもタブヤンです。ファミスタ2020ついに来ました。難易度とても強いソフトバンクホークスと対戦です。さあ昇格戦です。千賀投手か、うわー絶対強そうだソフトバンク。さあ近本から初球からいった、ナイスヒット、セカンド狙う、足が速い。さあチャンスを作った、とても強いですからね。2番大山初球からいった、パワーヒッティングいくぞ、うわパワーヒッティング使いまくり、フォークボールか、いやー3球三振。そして3番タブヤン、調子はねみんな普通なんですよね。ボールだわ、なんだ今の、うわ剛速球きた、いやー振り遅れだ、パワーヒッティングあと1回だけもう使っちゃうよ、どうだー、いったかー、アウト、アウトかー、あゲッツ、アウト、なんてこったー、得点取れませんでした。エース西いきます、打たして取ります、ストライク、打たして取るよ、フォークで行くよ、ストライク、栗原さんよし、まず一人三振の山を築け西、ストライク、アウトコース、ストライク、いいよフォーク、フォーク、ボール、高速シュート、打たれた、センター、オラオライ、アウト、近本ナイス、ツーアウト、柳田さん、あ調子悪いんだ、あー取れない、やばい。そして4番はバレンティンか、うわーバレンティンだ、しかも絶好調、これはやばい、敬遠でいいでしょこれ、そんなわけにはいかない、アウトコース、ボール球で中心に勝負する、スライダー振らないね、インコースからのボール球、おーし怖いよインコース、あごめんデッドボール、長谷川さん、アウトコース、オッケー、フォークだ、とても強いだからね、よっしゃー粘りました。でも1回から大ピンチ、4番マルテ、千賀さん9位やろな、ストライク、ボール見ていこうか、1巡目はストライク、集まったあたり、おおピッチャー強襲、マルテセカンドやめとくか、セーブ、マルテナイスです、バッティングは悪くないよ。さあ糸井、これ抜けるでしょ、あ抜けない、アウト、セーブ、糸井、糸井走力 A プラス、盗塁、おあ硬いなダメだ、梅ちゃん、ストライク、ツーアウトランナーなし、ホームラン狙うか、ストライク、フルスイング、ナイスバッテン、宇宙間サードにレーザービーム来た、さあまだまだいるよ、打順を大幅に変えております、7番糸原狙って打った、素晴らしいバッティング、梅野戻ってこれるか、
アウトだけどナイスバッティングでした。ソフトバンク相手に先制点。難易度セカンド生かすか。アウト。オッケー、ナイス。レーザービーム来た。松田さん、打線を鼓舞する松田さんだよね。パワー S。 調子は普通だけど、なんか魂がこもって光ってるよ。スライダー、いやー狙い打たれた。うー、まずい。1点差。牧原さん8番バッター、走力 S。 足速いよ。いや嘘でしょ、バレないやんだ。足速いや。出た、甲斐さんだ、キャッチャー。アウトコース、アウトコース、打たしていこう。ストライクでしょ。どうしようかな。なんかスライダーと高速シュート打たれるイメージがあるんだよね。だから普通に行く。ナイスキャッチ。ああ何してたの。ゲッツーいけたな今。ファースト踏めばよかっただけなのに惜しいな。1番栗原、先ほどは空振り三振。どうしようかな。高速シュートアウト、ボール球振らないね。よしよしよし、2ストライクに追い込んだ。フォークだ、フォーク、先ほど三振のフォーク振らないね。アウトコース、ボール球、よっしゃ振ってくれた。いや1回2回としびれるね。上田、ショートに抜擢しました。総力 S ね。自分が生きるな。バッティングどうだ、惜しい。ファースト側に転、サード側に転がしたかったんだけど。そして9番バッター福留さん、ランナーなし、ホームラン狙う。ストライク、あと1回、福留さんフルスイング。うわー、ホームランならず。アウト。DH 制ありですからね。福岡ペイペイドームに来ております。近本、内野安打狙いたいね。ストライク、剛速球はもうちょっと捨てよう。うわー、何、お化けフォーク今の。ストライク、いやー、お化けフォーク、これか。なんだお化けフォーク、絶対打てる気しない、お化けフォークは。さあ投手戦というよりもちょっと押されてるよね、千賀さんに。ストライク、三球三振決めろ。ボー、うーん、チェンジアップ。いやー、センター、あー取れなかったか、ダイレクトで。くー、だんだん捕まってくる、きたか、西さん。まだ3回ですよ。柳田さん走ってきた。ストライク、オッケー、梅野も負けていない。そして私の炊飯器の音が鳴っております。ご飯が食べました。高速シュート、ボール球振らないな。アウトコースしか怖くて投げられない。おれ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 、おれおれ、ここまで飛ぶんだ、この平凡な当たりが。パワーあるね。バレンティン来た。先ほどはデッドボールで失礼しました。ストライク、いやいや、もう絶対一発あるでしょ。あ、ごめん、おお、またやっちまいそうだった。ボール、スライダー、ボール球で勝負だ、ボール球で。ボール、いやー、振ってくれないな。ボール、振ってくれないね。しょうがない、バレンティンだけは怖い。1点差だからね。長谷川さん、ストライク、長谷川さん、アウトボール、なんかね、高速シュートをめちゃくちゃ打たれた気がするんだよね、西さんね、今まで。10、15戦。ストライク、よし、見逃し三振、ほとんど三振に取ってるよね。大山、
いやそれ取るか、アウト、抜けたと思ったな。タブヤンパワーヒッティング残ってますよ。一発で決めるか、左中間真っ二つ、タブヤンでも足遅い、オッケー。まだ序盤だからダイソーは出さないよ。マルテ、お化けフォーク、初球でファーストストライクじゃないじゃん、ボール球じゃん。ストライク、いやお化けフォーク打てる気しない。ストライク、くー、今のは打てんわ。糸井、ストライク。千賀さん球種が多いな。それにしても追い込まれた。ストライク、早めに振ったら169キロって出なかった。今意味わかんねえんだけど。そんなボール投げる人間いるの。170キロ近いよ、びっくりしたわ。あ、今の取れたわ。あー、2人ともミス。いやー、今のショートゴロがツーベースになっちゃったよ。松田さん、もう西さん限界か。ピッチャー交代、はい、西さんエース調子良かったんだけどな。島本、いきなりフォーク、フォークで挨拶、ストライク、高速球、ボール、取らない、フォーク、ボール、アウトコース、違う方のフォーク、ストライク、よし、バッターアウト。島本気合入っております。ほらほらほら、アウト、セーフ。OK、一本動かなかった。緊張して、回か、回放、回キャノンか。ボール、あ、ちょっと意識しすぎてるよ。ボール、振らないね、ど真ん中、剛速球だこの野郎。あ、そうでもなかった、ちょっと。あー、フォアボール、うっそでしょ。栗原さんは三振に取っている。ほらほら、アウト、よっしゃ。いやいや、しびれるね、こんなに 1,2,3,4 回ピンチだらけ、無失点、ストライク、ナイスバッテン、梅野。当たりが良すぎてこれアウトになるな。当たりが良すぎてシングルヒットだ。さあ下位打線もね、つなげるバッターがいきますよ。うちは、いや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 、これダメだ、アウト。梅野の足では、くぅ、盗塁決めたいな。いやー、 B ボタン連打してるのバレた。コンピューターその辺すごいんだよね。ストライク、盗塁なかなか取るの難しいよね。ナイスバッティン。これ足で稼ぐことができてないんだよな。でも上田が総力 S ですよ、これはいけるでしょ。上田、あ、全然ダメだ。盗んでないのか。甲斐さんから盗塁を奪うことはできないのか。 S プラスの人が走ってるのにね、振ってくれない。ほらほら、センターセンターセンター。嘘、後ろか、こんなに飛んだのか。前進してたよ。柳田さん、島本、ここが勝負どころと。ストライク、フォーク、さらにフォーク、ボール、アウトコース、ストライク、よし、剛速球決めろ。あ、フォークフォーク、ボール、あ、スタミナ限界、剛速球、アウト、オッケー、ナイスキャッチ、上だ。バレンティン無理です。はい、あ、バレンティン勝負する。いやいや、こう勝負しちゃダメだよね。ごめんなさいね、バレンティン。
背中ずるいな背中に投げさせて嘘でしょ。梅ちゃんよくキャッチしてるよね。タブヤンだったら絶対もう後ろに反らしてるよね。ピッチャー交代。いやー1点差しびれます。モリア、剛速球とフォークね。普通に投げる。ストライク。左キラークイック。よしセカンドアウト。オッケー。いやー、はい、あ、千賀さんピッチャー交代。やった、嬉しい甲斐さん、甲斐野さんっていうのか、甲斐さんか。2番手ピッチャーに変わったぞ。さあこっからだ、こっから打ち崩していきたい。近本1番に戻りました。打ち上げた近本。アウト。大山タブヤンの前にランナー出てほしいのに。さあ1球で決める。ストライク。ボール1球で決める。ボール違う。あアウト。ダメか。でも千賀さんより打ちやすい印象、打ててないけどねあ、この人に2回もヒット打たれてる。嘘ー、今のやばい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 。サードに行ったか。あ、肩弱いな。セーフ。マジかー。ノーアウト三塁の大ピンチ。内野前進だね、こりゃ。バックホーム体勢。どこ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 、後ろ後ろ、下がった下がった下がった。アウト。バックホーム、ワンアウト。三振が欲しいところ。どうする、バックホームか。内野前進守備しようか。内野前進。怖いなー、やめとこうか。通常にしようか。ここだけは打たしたくない。フォーク走ってきた。よし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 、スクイズ失敗。やりました、怖かったよ。ここで気抜いたらでもホームラン打たれるぞ。よし、バッターアウト。やりました。なんだこのラッキーセブン。タブヤン、ストライク。いや1点じゃ全然怖いもんね。あ、フルスイング失敗。ボール、ボール球見極めて。ストライク。あらまあ見逃し三振、珍しい。いやー、打球じゃん、投球が重いね。ボールが全然飛ばないね。いい問い、ラッキーセブンなのに惜しい。千賀さんより打ちやすいって、ちょっと甲斐さんが燃えてんのかな。アウト。うわー、三者凡退に取られたよ。千賀さんより打てねえじゃねえか甲斐キャノン。森谷さんマイペースね。いやいやいや、おらおら、あー取れない。くそ、またピンチか。ピッチャー交代するか。栗原さん、いやまだ行く。ストライク。アウトコース。ボール球でね、剛速球いくか。ストライク。よし、フォークだ、決め球フォークを。よっしゃ、栗原さんは抑えてるね。
フォークから入ります。ストライク。もう一丁違うフォーク打たれた。バックホーム。ああ足早い。ついに追いつかれてしまった。でも守備陣は頑張ってるよ。バッティングの方がね取れてないだけで、まだまだ。嘘でしょー、ここで来たか。はい、ピッチャー交代。今の一球は失投だったか。能見さん調子悪いのか。いやもうピッチャー3人しかいない。マジか。ラッキーセブンに3失点。バレンティンにも勝負。あ、これ入った。嘘、平凡な外野フライじゃないの今の。ここで力尽きてしまうのか。いやここまでよく奇跡的に頑張ったよね。ストライク。やっぱでもバッティング怖いよなこれ。かなり強いコンピューター。いや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 、打つねー。打ちまくってくれ。うわー3なんだ。ジェルボール。センターセンターセンター。アウト。やっと2アウトか。いやー強い。ジェルボール。ジェルボール。ストライク。スラーブ。ストライク。フォーク。落ちない。いやー今ファール。キャッチしたよ。ストレート勝負。ストライク。よっしゃー。3点差を追いかけます。梅野なんとかしてくれ。いやバットが重い。アウト。今日は当たらない。前半でねチャンスがあった時に取るべきだったよな。うわ重たいなボールが。重い印象。全然外野に飛ばないもんね上田。内野安打の上田。ストライク。上田サードに取らせろ。いや前進守備してるじゃん。全身守備されてるよ。パワーヒッティングで頭こせよ上田。くー、上田シフト組まれてる。なんてことだ。あと9回のみか。ストライク。ストライク。ジェルボール。スラーブ。ボール。インコースズバッとね。おいアウトコース。カイさん、カイさんには二塁で打たれたか。ストライク。あ、球威がちょっと落ちてきた。岩崎もうちょっと無理だな。ピッチャー交代しようか。ちょっと気づくのが遅かった。能見さんでいくか。藤川球児負け試合の登板もあるよ。ジャンプ。あ、届かない。中継。いやよく打たれるわ。よく打つねソフトバンク。能見さんちょっと調子悪いから。おれおれ。栗原さんも抑えてるんだよねここまで。いやちょっと待って栗原さん。アウト。あ、セカンドでよかったな。さあ2アウト。今宮さんには2安打打たれております。おら、おちょ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 、嘘でしょ。どこにも投げられない。もったいない。打ち取ってるのに。先ほどホームランの柳田さんが来た。おらおらおら。アウト。さあ最終回3点差。全力で行こうぜ。福留さん代打代打代打。あ、ピッチャー交代。はい、
あ、調子悪い人。左、高山か。木南行くか。木南行こう。本日控えの木南。なんだそりゃアウト。木南代打慣れてないのか。近本ストライク。カットボールフォーク。ファール。追い込まれた。守護神なんだこの人。ナイス、よく当てた今。危なかった。よく当てた。走れ。アウト。あー、ちょっと打球がきつすぎた。追い込まれました。大山なんとかしてくれ。ストライク。勝ちたいんだ。惜しい。いや、取られた。アウト。ゲームセット。悔しいね。いや、6回まではいい試合したんですけどね、7回に一撃で決められてしまいました。強い、かなり強いですね、難易度。柳田さんとバレンティンのホームランか。悔しいですね。よく頑張ったんだけどね、みんな。もう 1,2 点取っておけばっていう感じですよね。大山が抑えられてしまいましたね。なんてことだ。3打席しか回らなかったんだね。4打席回らなかったっていう、なかなか打てませんでしたね。相手チームの、うわー、打たれまくってますね。全員、栗原さん以外はもう全員安打か。しかも二塁打が多いね。やはりバレンティンさんとは勝負してはいけなかったね。絶好調のね。強かったです。ということで次回、まあ3連戦でね、難易度とても強い、降格はしたくないので、ソフトバンクと3連戦したいと思います。次で決めれるか。それではまた、さよなら。一勝さえすればいいというねルールなので、次回もお楽しみに。さよなら。